こんばんは。それでは前回の続きからやっていきましょう。遼の軍勢で牧羊を攻めているところでした。図らずも陳留から曹操軍が牧羊を襲撃、呂布軍は挟撃される形になってます。まずは呂布軍の港を制圧したいと思います。行きましょう。高遜色。攻撃開始。呂布軍の港を制圧。牧羊からは呂布と張良が出陣。曹純、加工徳、曹純に対して備えている。弓矢倉と文学台か。竜壁早急。さらに牧羊攻撃の援軍が出陣をしたところか。よし、とりあえず船で一旦待機。曹操と呂布の情勢を少し見ます。さあどうなる。この辺でも戦いが。陳桂軍と孫策軍か。女性、陳桂軍に女性が。あ、しまった。加工徳隊が壊滅、造波隊が混乱。曹純隊も壊滅したのか。曹純隊も壊滅か。呂布8000、張良3000、さらに待機。劉備軍領内で高尊三軍の悪評か。張良入城。5000の兵力を港に回してしまったか。攻撃開始。先鋒火矢放て。群衆攻撃。顔料一歩前へ攻撃開始。兵糧の心配もあるな。待機。高尊さん攻撃。
弓矢倉を破壊してくれたか。竜壁総人総級16000、呂布9000。兵糧が気になるところだが、先方火放て。訓練だ。木銃を作っておくか。いや、兵装生産しておくか。さ、どうしようか。さらに陳蘭の5000が陳竜から出陣。よし、上陸する。高装飾顔料文集高孫さん、うん、各園の統率が67か。女性隊が壊滅、うん、精鋭騎兵研究完了したか。お、長領来たか。呂布を包んでくれた。よし、曹操が呂布を引きつけてくれている間に先方突撃、長領隊だ。高孫三軍随一の文集の力撃破。よし、工場兵器前へ。いや、攻撃は否だ。牧羊に取り付きたいだけなんだが。待機。よし、顔料隊も待機。牧羊に取り付く。よし、超うまい。工場兵器もこれで前へ出れるはずだ。呂布は曹操軍と交戦中。お、さらに長領がまた出陣か。よし、高孫職で一旦弓攻撃。文集突撃、行くぞ。長領隊を撃つ。おー、失敗。さすがは長領。先方放射、牧羊に向かって攻撃を開始。よし、チョン一斉攻撃。うん、呂布の7000、工場兵器は後ろへ。
さすが工場兵器、威力強いな。早急隊が壊滅。ああ、そうそう、こっちに来たか。いずれは戦う相手だ。総人隊、おお、さすが顔料と群衆。さらに攻撃、よし、超運行くか。おそらく先方はできないよな。総人牛金、うん、この位置でいいか。よし、先方放射開始。ピアを放つ。よし、牧羊は陥落寸前。一斉攻撃、いや、高存職、いや、どうしようか。総人隊を叩くか。まずは牧羊の陥落を。よし、竜壁、2000の兵を失ったか。お、竜金連戦か。総人隊が混乱。文集、総人隊を叩く。よし、さあ、あの呂布がどこへ向かってくるかだな。牧羊を囲むか。一斉、まずは工場兵器で攻撃をしてからにするか。おっしゃ、耐久801、呂布を叩くか。呂布を叩いた後に、よし、呂布に挑む。呂布を叩いた後に牧羊を攻略する。待機、うん、何、勝者が来たか。まずはこの沈乱隊を、ああ、牧羊を落とすか。落とさざるを得ないな。ああ、呂布は逃がすことになるか。新旧呂布、呂霊騎。やむをえん。牧羊に向かって放射開始。牧羊を攻略せり。少量投与、全員投与、確保か。領主、あ、領主来てくれたか。湖畔全員、これ、あ、皇順が あいるか。
両夫両霊機。うん、先方突撃。両夫両霊機鎮急は惜しいな。さらに突撃。就職隊か。先方飛行いけるか。侵乱隊だ。よし、超運でとどめ。お、侵乱。よし、文集隊は中へ行く。そして行から人材を移動。目標、そして、君主軍団第二軍団北海攻略を命ずる。動いてくれるかな。牧羊の攻略に成功した。お、動いたな。衝撃を。長老軍の君主長老が死亡。滅亡か。在野で呂布いないか。いないか。趙文衍高尊三殿に仕官。そして一番来てほしいのは光純だ。よし、光純の登用に成功。義賊ダメか。あと就職、竜壁隊は退却だね。武将、両将、まあ誰でもいいぞ。両将と角斗でいいか。角斗はダメだ。祖国でいいか。残りは全員牧羊に入場。そして武将の登用続行。遠洋か。政治はどうだ。よくないな。朝鮮、朝鮮ダメか。よし、義賊総研。よし、艦船。王中、楊州、人材はきら星のごとく。人材が集まってきますね。よし、ここだな。兵舎を建てるか。50日か。文集か。治安91。お、第二軍団動いたな。こういうの攻略に向かってくれたか。
戦法ヒア。曹操軍の陣を破壊しておく。放射開始。あとは開発、いや投与か。まずは行動力は82。よし、挑戦きたか。便器ダメか。遠洋、よし、さらに便器ダメか。雲南で稲子が大量発生。遥かからと遠いところ。お、爵位授与。五官中郎将に任ずる。今後も官庁のために尽くせよ。ありがたき幸せ。創建、お、皇順。何者かと密談中。ん、下皇順、宗順か。よし、先方飛躍、放て。曹操軍の陣を破壊。よし、退却する。弊社、報酬も与えておこう。うわ、こんなに低かったか。1100。ちょっと待って、行で与えよう。創生まで。うわー、危なかったな。あれ、もうできない。ん、第二軍団は交友軍と交戦中。艦船が陳慶軍の誘いに応じ寝返ったか。しかし呂布呂霊騎、陳騎はどこへ行ったんだ。武力ないな。統率、いないな。人材保障、旅商退却、就職退却。身分、便器、よし。精製度が低いんで、工場。旧車を作るか。お、変わるな。よし、交友軍は第二軍団に任せていいだろう。いよいよ曹操との戦いが始まりつつあります。というか先ほども少し一戦交えましたけれども、はい、というわけで呂布軍の攻略に成功しました。今日はこの辺で失礼させていただこうと思います。ご視聴どうもありがとうございました。おやすみなさい。